皆さんこんにちは、登山の YouTuber りょうじです。今私どこにいるかというと、こちらです。カムイ山荘北海道に来ております。今回のね動画は超楽しみにしてください。私全身見てわかるように沢靴、クリマプレンの沢用の保温のやつ、防水サコッシュ、防水ザック、コースの3分の2が塗装というやばい山です。これが険しい登山になると思いますが、そして今回ね山ちゃんも沢装備になってますので、ちょっとこちらご覧ください。どうも山ちゃんです。はい、今回ね沢装備ということで、下がモンベルの沢トレッカー、そしてなんといってもこの帽子ですよ、ね、帽子です。これやっぱね沢を意識してね、はい、沢っぽい、沢っぽいって。それでは険しい、旅になると思いますが、頑張っていきましょう。頑張りましょう、行くぞ。おお、登山を始めていきます。はい、早速ね川が流れてますね。もう川の中入っていくんで、ほらもう気にしないです、気にしないです。じゃあ塗装ポイントまでまず目指していきます。ひたすらまずは山の上側ですね、川の沢の上側を歩いてます。ヒグマの生息地になっておりますので、万全の準備をしております。いつどこで現れてもおかしくないですね。大自然ですよ、深いですね。見てくださいこちら、まあ足膝下ぐらいな感じですね。でも濁ってないし、そんな雨も降ってないんで行ってみます。始まりましたね。これで今日はずっとこれが続くんで楽しみにしてください。膝ぐらいだね。いや、荒々しいね。荒々しい。普通にヤブだね。ヤブだよ。ここも有名なんですけど、北海道のね、三大急登の一箇所でもなってます。まあ、いろんな、こういうヤブこぎも、塗装も、急登も楽しめるんで、いいっすね。ヤブのミックスって話もしたんですけど、結構ルートをロスりますね。後ろ登山道なんですけど、見て、まあここはまだ今ね踏み跡がしっかりしてるところなんですけど、一回もうヤブでね方向感覚もね失いやすいんで、かすかなねこの踏み跡とかおかしいなって思って地図を見て修正修正して登っていくしかないですね。ここ深いね。Thank you.
はい、沢がね、もう細くなってきてるんで、だいぶ上流まで来ました。まあ変なルート水しなくていいんで、清くね、川に入っていった方が早いかもしれないですね。まあ増水量にもよるけどね。はい、でも楽しいですね。沢登りハマる人の気持ちは分かりました。まあ、私はまだそんな年少ですけど。確認しましょう。川と言ってもね、いろいろあるんで迷って変なとこ行っちゃってもね。地図でいうこのポイントまで来ました。沢ゾーンは終わりになります。上に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 と上がっていく、超急登コース入ります。まあ、熊もね、合わなくてコースも結構ね、時間も負けたんで良かったかなと思います。ちょっと休憩してから登ります。はい、じゃあここで靴をね、履き替えようと思います。今ね、2時間40分の区間入りました。ヤブこぎです。どうですか、ヤブは。いや、ヤブがすごいよ、ね、しかも道細いもん ねこれはね、故障も終わってからも苦難の連続ですね。これ登り切れるか。いや、登り切るぞ絶対に。よいしょ、時間はあるんで。よし、またやるな。東部に行くとね、雨が降ってたようでびしょびしょの笹こぎ、やぶこぎです。どう？つらい。つらいね。もう我慢するしかないもんね、ここは、ね、どう、ハイマスとやぶのミックスは。いや、濡れるし、痛いし、滑るし、最悪です。もう残り標高100ぐらいですかね。こうハイマスをかき分けて、もう笹もありながら足元もほぼ見えません。あ、ここはちょっといいですね。はい、これが神です。大丈夫か。大丈夫。あれが神です。もうちょっと先かもしれないですけど、じゃあハイマツのね、荒々しい登山道、今から歩いていくんで、ちょっと見てください。これです、ハイマツですね。こんな、もう顔にぶち当たりながら、ちょうど目線にこのハイマツあるんですよ。顔をわっさ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 ハイマツされて、地獄っすね。ちょっと映像どう撮れてるかも、そんな、うわ最悪。目にハイマツで下刺さっていう、本当に
速300メーターきついな。マジ遠かったっす。そこです。この先にカムイが、カムイの頂が、名前かっこよすぎでしょ。神の威力でカムイですよ。山頂の由来はね、今画面に出てる通りです。ちょっとね、喋る余裕はないです。ほら、これが登山道です。これが登山道です。いやー、険しい山で精神的に削られましたね。最後のハイマツコギは痛いんで。あ、すごい景色が、こっち見えてんだ、すごい。はあ、ちょっとね、晴れ待ちとか、ちょっとね、20分か10分ぐらい待ってみて。でもなんか雲抜けそうなんで、ちょっとね、いい景色も見れると思います。よし、もう少しでいただきですね。よいしょ、はあ、では最後まできつい。はい、カムイ着きます。よし、はい、日本三百名山261座目、カムイ1600メートル、1601か、着きました。はい、じゃあよっしゃー。はい、ということで、カムイ岳登山、今回の動画はいかがでしたでしょうか。頑張って登りました。図書終わり、ハイマツコギ、もういろいろね楽しめる、非常に良い山でしたが、結構鍛えてから来た方がいいと思います。ぜひチャンネル登録並びにコメントお願いします。じゃあまたね。楽しい。